から死んでるスヌープ。あれ、さっきのスヌークはどっから、あ、待てよ、これ片道ってことでもないのかな。こっち進めば出れんのかな。思いっきり飛び降りてここ入っちゃったからな。視界がぼやけてるけど、あ、出れそう。あ、というか、なんだ、飛び降りなくてもきっちり進める道がありましたと。はあ。あ、なんだ、スヌークとは仲が悪いのか。できればね、あなたを撃っちゃってね、素材が欲しいんだ。1対1ならね、攻撃単純だからね、そんなに当たらないんだよな。ごめんなさい。あ、今度は誰もいない。よしよし、とりあえずお目当てのスタッシュは回収できましたと。若干汚染ダメージでも食らったかな。大丈夫かな。あれ、いつの間にかモンスターから拾った皮を着てるぞ。ダメージ耐性極小、これあんまり装備してる意味ないな。お金になるなら売って金にしたい。で、マガジンがもう切れたんで、 AR のお金、報酬を得るためにいちいちトンボ返りする羽目になるけど、うん、一旦戻るか。で、さっきから銃声が聞こえてるのは、なんだい？視界がぼやけんな。これ何の状態以上なんだろう。わかんないんだよな。右にアイコンがついてんのはわかるんだけど、腹減ってないし、熱放射も受けてね、これか。違うな、これは耐性持ってますってだけだな。ん？な、ここ今ハンドガンしかない。あ、これは負傷状態に入ったのかな。ケツを打ってやる、ケツを打ってやる、ケツを打ってやる。よし。あれ？ショットガン持ってる？撃ったろ。さて、もうまともにね、武器がないんでね、交戦を避けたいな。もしくは仲間のバンディットが近くにいるなら共に行動したいな。スタミナを消費するからできればダッシュしたくないし、でもしちゃう。向こうすげえいるな。あ、仲間いた。私を守ってくれ。あ、すごい重い、重いな、重いな。何も持ってない。あ、なんか死体がたくさんあるな。あ、誰か死んでる。あ、死んでんのに何も持ってない。あ、武器も落としてない。この辺の死体もすっからかん。うわぁ、旨味がないな。あ、誰もいない ?OK? ハイエナだけしちゃうぞ。こっちにも死体がある。お、いいね、いいね。また川起きた。これ装備してもあんまりダメージ耐性ないみたいだけどね。ありがてえ。個人の日誌も売れちゃうんです。いただき。こちらに死体はございませんか？ありました。おい、あ、ちょっとたこい、ワインストゥネイ。ストロー、スプレッシュ、あ？ごめんなさい。あ、フリーダムか、この人は。
ヘリについてなんかし、ヤノフ？誰のことだろう。お、っていうかこの人アイテム売買ができるのか。こういう人に売るよりショップの人に売った方がいいのかな。どうなんだろう。高っ。ぼったくりやん。まあ仕事くれんなら別にそれはそれでいいんだけど、まだバンディットさんたちの仕事いろいろ受けてるんで。最近何か変わったことない？あ、アヒルの子。そうなんだ。あ、そうだ、この、これちょっと名前の読み方がいまいちわかんないんだけど、こいつに会ったことはないか。名前は、あ、名前イケてるんだ。そうなのか。デューティーのトレーダーの、ん？ん？まあ、誰かが死んだら遺品はいただこう。デューティーのトレーダーの PDA、ロキに渡してくれ。またどっかにデューティーの縄張りでもあんのかもしんないな。その足元の死体からアイテムをいただきます。食器セット。あ、なんかすごい装備だな。Я тебе вряд ли что интересное расскажу. Чувак, иди вы лучше с главным пообщайся. みんなボスのところ行けって言うんだ。結構売れそうなアイテム手に入ったんだけど、ちょっと重量がオーバーしてるんで、あなたに売っちゃう。Что интересное расскажу. Тут типа немного стреляют, понял? Стоит его и спрашивай. また敵？ああ、まあ、まだちょっと重量オーバーだけど、いいや。フリーダムさんたちとは今度またゆっくりお話ししよう。ああ、わかった。左のこのアイコンはあなたのアーマー消耗してますよっていうやつだ。それはわかってるんだけどね。この視界だってすごく見にくいし、そのためにお金を貯めていいアーマーが欲しいんだ。さ、かなり重量オーバーの状態で帰ってきたけど、重量オーバーによるめまいなのかもわからない。ひとまずスタッシュは持ってきたから、きっちりと分け前をもらって、できれば万単位のルーブルが欲しいなめっちゃスタミナ切れする。この人だったはず。トランクだ。ケプラー版？待って、これいや、ここは引き下がるか。メディキット欲しいです。次はなんだ。爆弾か。爆弾はいいや。地図作成、ちょっと欲しいな、それ。次は？欲しいです。あー、なに？これで全部か。もっと欲しかった。あー、やめとこう。まあまあ、回復キット、あ、金はなかったのか。金は、金が欲しかったな。おお、ちょあれ、この人前話した時、前話した時こんな選択肢じゃなかったけど、初期の選択肢に戻ってるんじゃない？
Ты заваливай, перетрем. Здравствуй. Ну, мама, удачи что-то тебе. Айтему, как высылка. Говорится, найдешь артефакты? Шматта. Коле не, ксу мо ираない мон датта. 所持している PDA の方が間違いなく役に立つって書いてある。失敗したな、受け取るもん。はい、いりません。安っ、全然金がたまらんな。でまた弾薬とかの補充もしないといけないし、やれやれだ。っていうかこの状態以上ってなんか見てもらえたりするかな。問題ないな。やっぱりアーマーの問題か、これは。今、手持ち結構ね、危険なものを持ってたりして、どれだったっけな。モルヒネだ。モルヒネを持ってると。これはピンチの時に使えばいいことがあるかな。薬物をね、持ってるんだよね。いくつか。だだ、プラッシャー、プラッシャー。ていうか、売ってる人もいるし。ちょっと今持ってるスーツを修理したいと思ったけど、そのほんのちょっとの修理にも所持金の半分以上持ってかれると。玉だけ買ってこう。玉大事だから全部買ってこう。あー、こんなところか。金貯めんとな。医療品とかはたくさん手に入ったんだけどね、戦闘でも起きない限り。あ、まあ戦闘は起きてもね、あの秒で殺されることの方が多いんだけど、そこまでしょっちゅう使うこともないかもしれないんだよな。うん、これは無理ゲーだし。これやろうかな。これは、ああ、これでもいいな。儲け話。ちょっと遠いんだよね。こっから抜けていけんのかな。こっちまで行くならいろいろ経由できるメインミッションもあるし。これやってみよう。消えたストーカーを探す。PDA のバッテリーは大丈夫かな、まだ。大丈夫だね。死体があった。こんなところに。あ、空か。前に、あ、前に見た死体か。重火器は別に弱いわけではないから、ただきっちり弾を当てないと意味がないんで、少ない弾薬で、モンスターと交戦になったらきっちり倒さんとな。なんかこの辺モンスターが多そうで嫌だ。これ登れるかな。よし、雨降ってきた。このひび割れアーマーから卒業したいにもね、現実的な数字だとあと6万ルーブルぐらい必要なんだよな。ゲッ、いってなめてた。やばいな。しかも雨降られると足音がいまいち聞こえないからな。こまめに手動セーフを挟んで目的地に向かわないと。こういう時にバンディといてくれりゃいいのに。ちょっと暗いな。あ、ライトつけても暗いな。方向はこっちで合ってる。もうちょっとこっちか。あー、選択肢をミスっていなければひょっとしたらいいミニマップでも手に入ったのかもしんないな。この辺かな。あ、ここは前に来たガソリンスタンドでしょ。このお隣かな。
いかにもヤバそうなとこに見えるんだけど、消えたストーカー、銃声、目的地はこの辺だけどな。またこれはあれだな、どっか洞窟に入れっていう。お、見つけた？どこにいる？こっちか。おっと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 、汚染がやべえとこだ。こうね。いやー、このめまい嫌だな。永遠に続くわけじゃないから、それはまだいい、それはまだしも。とにかく四方八方モンスターに警戒しないと、秒殺だから注意しないとな。うわっ、どどどど、ちょっと待って、唐突すぎる。それはよ逃げよう。あ、来てない、よし。ちょっとそれはひどいよ。回復。あ、これあまやべえですな。で、腹も減ってますな。腹減りなんだけど、もうね、食料がね、調理せないかん食べ物ばっかり。とりあえず拾ったお茶でも飲んでおこう。で、あ、入り口の方か。ではこの建物の入り口はどこだったんだ。面白いものを見つけた。下か。あ、違った。думаю, там оно логово и есть. おい、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 じゃあ節約中なんだから勘弁してくれよ。ここに来るのか。Звук слышал? Ладно, ерунда。いやいや、気のせいじゃないよ、絶対に。Что-то есть. Прикрой меня, ага. Вот. Готов. Но я двоих видел. Хая. Что ушки на макушке, понял? Сильно. Мази де. Кокорозио сгиру. Э, それとも私の放った弾の当たりどころが良かった。何もいね。すごいゆっくり進むね。下なのか。
いって。いてーよ。アーマーがもう、着てないようなもんだ、これは。うわ、何も持ってないし。ちょっと、待って、置いてかないで。あなたが常に先行してもらっていた方がいいです。そしてなんか別の状態以上を追ってるな。体力とスタミナが著しく減ってるわけではないけど、地下？スタミナ回復か、飯が。はい、ちょっと待ってね。これはもう一か八か、汚染食をいただこう。と思ったら中に入っちゃった。